旧統一教会の被害者救済をめぐり与党などが提出した法案の修正案が衆議院の法務委員会で全会一致で可決されました自民、公明、国民民主の3党は宗教法人が財産を処分する際の監視強化などを盛り込んだ法案を提出していました。 財産の保全を入れるよう求めていた立憲民主党や日本維新の会は法案の不足に施行後3年をめどに財産保全の在り方などを検討することが書き込まれ委員会質疑の中では3年を待たずに検討することについて答弁があったことから賛成に転じました。教団財産の包括保全を目指していたた野党案が否決されたことは あの残念ですし、残念というよりも怒りを感じています。この法案は午後、衆議院本会議で可決され、今の国会で成立する見通しです。